IHI-7 エンジンの試作品。防衛省の資料より写真のみ抜け取り IHI-7 は P-1 のために IHI によって開発されたターボファンエンジンである。開発総額は200億円以上。I7 から10回7は P-1 のエンジンとして開発が始められた。国内開発となったのは同クラスの原用エンジンが プラットホイトニーの JT8D-9 や GE の CF34 から 8E 程度しか存在せず選択肢が少なかったためである。1998年からは高バイパス非エンジン技術の研究が始められた。その一環として1998年から2001年にかけターボファンエンジンの構成要素の研究が実施され、ファン等のデータが取得された。 この成果をもとに2000年から2002年にかけて新たに研究試作した高バイパス費半等と1995年に試作した低バイパス比の XF5 から1のエンジンコアを組み合わせた高バイパス比範囲エンジンの研究が実施され燃料消費率、バイパス比などの目標性能を達成した。なお、ここで試作されたエンジンには X 回7から1という形式が付けられている。 2001年からは大型機用エンジンの研究が始められた。これは実験用航空機にて飛行可能なレベルまでの機能、性能の実証を行うもので、2002年には飛行試験が行われ同年、第2半期からは PFRT が開始された。この PFRT は軍用仕様のミルイ -5007D 規格に規定された本来の PFRT に加え、 独自のファデックシステムに関する規格に準拠していることも試験するものであった。排ガス、騒音については ICAO の規制を満たすことを目指した。2004年10月28日、形式を X 回7から10として、正式に P-1 のエンジンとして採用が決定され、同年11月から12月にかけて C-1、FTB をテストベッドとして、 X 階7から10エンジンの飛行試験が行われた。また、同年からは、磁気固定翼紹介器用エンジンの研究が始められ2004年から2008年、前半に研究施策が2006年後半から2010年、前半まで、初内試験がそれぞれ実施された。2007年2月、大気町多目的航空公園において、環境氷結試験が実施された。 同年6月7日、地上での耐久試験中にエンジン内部のベアリングが損傷するという事象が発生した。この不具合については後にベアリング保持機の形状を変更することで解決したとしている。同年8月に PFRT が完了。量産仕様を決定する QT 段階で消防研究センターにて国内初の耐火試験が実施され、 良好な結果が得られた。同年9月から10月にかけて、アメリカ空軍、アーノルド技術開発センターにおいて、航空試験が実施され、従来の同程度のエンジンと比べて、約10%の燃料消費の低減を確認。2010年度に、量産型の設計が完了し、製造が開始された。2013年5月13日、 軽気動作確認のため高度約1万メートルから約8000メートルへ急降下させた後、エンジン出力を急激に下げながら、飛行姿勢を立て直したところ燃焼が不安定になり、全エンジンが停止するというトラブルが発生した。同年9月27日、原因が量産化に際して燃料噴射弁を肉厚にする設計変更をしたためであることが判明、制御プログラムを改修し、 燃料流量を増やすことでこの問題を解決し10月23日に飛行を再開した。カイナナは離陸自水力が一機あたり約 60kN と一般的な50から100席クラス旅客機用エンジンと同水準で省燃費低騒音を特徴とする。先行して開発された XF5 から1の技術が移転されており、エンジンコアはファミリー化してほぼ同じにし。 性能、期間、コストのリスク低減を図っている。日米英独で国際共同開発した民間用の同クラスエンジン部位2500の経験も役立った。IHI がタービンなど機関構製品を開発、生産するほか、川崎と三菱も部品を供給する。塩害による腐食やバードストライクによる損傷を防ぐために強力な合金が選択され、 騒音減衰パネルも採用された。そのため騒音は P-3 のアリソン T56 よりも5から10デシベル低く、アイドリング時に76デシベル、リリーク時に70.6デシベルである。環境にも配慮されており、タービン入り口温度を1、摂氏600度から1、摂氏550度に下げることにより、排気ガスの排出物を NOX54%、 CO33%、UHC0.5% CO、ー塩、UH、74%に抑えている。また、海7から10が搭載される PE-1 は GE アビエーションシステムのカウル開閉装置による逆水力装置を4発のうちない、現2発にのみ備えている。2016年12月14日。 防衛装備庁と IHI との間で JAXA への販売に向けた民間転用契約が締結されたことを受け、カナ7エンジンの導入に向けた準備を開始すると発表した。これは JAXA において要素技術として研究されてきた研究成果の実証用に使用されるもので、実エンジン内部のモジュールを頻繁に組み替えて試験することが想定される。そのため、 技術ノウハウが開示されていない海外製エンジンでは試験実施が困難であったことから導入につながった。また、上記の実証成果は防衛省にフィードバックされる予定であり、ナ7エンジンの性能向上への貢献が期待される。2019年度にナ7エンジンを導入し、その後、t NOX。 リーンバーン燃焼機技術をエンジンシステムとして実証し、2023年度以降のエンジン開発につなげる予定。一般的特性構成要素性能出展。ありがとうございます。